どこへ向かうすか？ここはお城の中庭ですわよね。庭というよりは菜園にしか見えませんが、どうやらここで作物を育てていたようだ。これは人参か？うい、人参かよ。おいら人参は嫌いだ。お子ちゃまらしいご意見ですかった。カッカッカー、超絶うまそうじゃねえか。せっかくだしじゃんじゃん持って帰ってカレーの具にしようぜ。人参はいらないのです。あら、お嫌いですの？意外ですわね。トトマカイの住人は人参が大好きと聞いたことがありますけれど。すべてのウサギが人参好きだと思ったら大間違いなのですよ。そうだぜ、人参なんてまずいもの、食うやつの気が知れねえ。人参はまずくないですよ。人参嫌いなのに人参がまずくない？なぞなぞか、うさこ。人参が嫌いだと思わないと、言わないと皆さんに迷惑がかかりますよ。どういうことだ？本当は皆さんにはもっと早く話しておくべきでした。ぴょん、ウサリアの呪いは人参を食べると促進されて凶暴化しやすくなるんです。ぴょん、苦手なカレーを食べれば呪いが抑制され、大好きな人参を食べれば促進される。あのマジョリタという小娘、よくこんないやらしい呪いを思いつくものですわね。そうだったのか、ウサリア。そんな小さい体で辛い目に遭ってきたんだな。私なら平気ですぴょん。もう慣れましたぴょん。ウサリアなんかよりも父上と母上の方がもっともっと辛かったはずなのです。二人ともウサリアのためにマジョリタの言いなりになって昼夜を問わず働かされていました。私がもっと強くてしっかりしていれば、ウザマに呪いをかけられることもなかったはずなのに。全部ウサリアのせいなのですよ。全部きっと父上も母上も私のことを憎んでいますよ。ウサリア、泣いているだけでは何も解決しないぞ。今はお前の城に土足で上がり込んだ礼儀知らずの死人どもを一掃するのが先だ。ウサリアは泣いてなんかいませんぴょん。その息だ。父上と母上の仇を取るまでは私は強く生きなくちゃいけないんです。速攻で蹴りをつけるぞ。逃がしません。いい気分だろう。あら、シュート。あら、
願いします。砕けろ。いいと休んでいいと休んでいろ。あら、あら、クロワッサン。逃がしません。お願いします。強くならなければ。いいと休んでいろ。力を貸してくれ。さて、どうする？強くならなければ。お願いします。みんな、よくやってくれた。ウサリアは負けないですぴょん。おい、ウサコ、あんまり無茶すんなよ。復讐する前に死んじまうぞ。ウサリア、オイラたちもついているんだ。あまり一人で背負い込むんじゃないぜ。いえ、そんなわけにはいきません。父上や母上はこの何十倍も苦しんだはずです。ウサリアが頑張らないと、私が頑張らないと、死んだみんなに、家族に申し訳が立たないんです。どうしてそこまで思い詰めるんですか？ウサリアさんは悪魔でしょ。悪魔は、いや、悪魔なら他人を蹴落としても自分が良ければそれでいい、そういうものでしょ。悪魔だったら大好きな人の死に責任を感じちゃいけないんですか？そんなことは言っていませんが。悪魔だって大好きな人を失ったら悲しいです。自分自身を憎まずにいられないことだってあるんです。どういうことですか一体。悪魔はもっと狡猾で愚かしい生き物のはずでは。それなのに、これは一体。ウサリア、そう自分を責めるな。俺にはお前の家族がそんなことを望んでいるとは思えない。でもサリアは責められて当然なのです。自分を責めるなと言われても無理ですけど、私は自分を責め続けることでしか生きながらえている自分を許すことができないのです。命を賭してまでお前の幸せを願った家族がそんな生き方を望んでいると思うのか。そんなの分からないですぴょん。だって、どんなに確かめたくても、もう確かめることは。
なかなか立派なお城ですわね。でもよ、絢爛魔界のお嬢様にとっちゃこんなの犬小屋、もといウサギ小屋みたいなもんなんじゃねえの。行って。このおバカ、本当にデリカシーゼロですわね。ウサリアさん、なぜそこまで自分を責める必要があるんですか。はっきり言ってウサリアさんは悪魔とはいえまだ子供です。そんなあなたが家族に守られなければ生き残れなかったのは至極当然のこと。仕方ないじゃありませんか。いいえ、ウサリアは繰り返しのつかないことをしてしまったので。取り返しのつかないこと。はい、あれはマジョリタに呪いをかけられてすぐのことでした。辛いものが苦手だった私は、呪いをかけられて以来毎日泣きながらカレーを食べていました。そんな私を見かねて父上と母上は、なんとかカレーを美味しく食べられるようにと工夫を凝らしてくれていたんですよ。でもやっぱりダメでした。時にはカレーなんか食べたくないと周りに当たり散らすことさえありました。ウサリアはとってもとっても悪い子だったんですよ。そしてあの日、父上と母上が作ってくれたカレーはとっておきの特製甘口カレーでした。でも毎日毎日カレーばかりでうんざりしていた私は、そのカレーをまずいと言ってしまいました。本当は今まで食べたカレーの中で一番美味しかったのに。結局それが父上と母上と交わした最後の言葉になってしまいました。きっと二人ともウサリアのわがままに怒っていたに違いないですぴょ。そんなわがままな娘のせいで殺されることになって憎んでいるに違いないのです。でもいくらわがままを後悔しても、父上も母上も殺された今となってはもう謝ることすらできないのです。カレーが好きになったのもそれからのことか。はい、父上と母上の仇を討つまではどんなカレーでもまずいなんて思わず食べて生き抜くと誓ったんです。だから今はカレーが大好きなのですぴょん。くー、泣ける話じゃねえか。おいらウサリアを見直したぜ。じゃあお前もウサリアを見習って苦手な人参を生でバリバリ食って一丁根性を見せてみろ。あ、それは無理っす。何なんですかこの慣れ合いは。悪魔、しかもその頂点に立つ魔王たちがお涙頂戴のエピソードを分かち合うだなんて、悪い冗談ですよ。速攻で蹴りをつけるぞ。見つけた。
片付いたようだな。ああ、先を急ごう。クリストさん、お電話が鳴っていましたよ。ああ、すみません。先に行っていていただけませんか。すぐに追いつきますから。もしもし。出るのが遅いよクリストちゃん。もうとっくにボイドダークの餌食になったかと思って心配しちゃったよ。とてもそんな心配をしていたテンションには聞こえませんが。いやいや本当だってば。相変わらず疑り深いなクリストちゃんたら。それで今度は何の用ですか。僕には悠長に長電話をしている余裕なんてないんですけど。いや大したことじゃないんだけどさ、クリストちゃんには伝えておいた方がいいだろうなと思ってさ。実はね、さっき評議会で怖い顔をした堅物のお歴々がある決定を下したんだけど、魔界を消し飛ばしちゃおうだってさ。はい、準備は着々と進んでいるみたいだよ。僕もあんなバカでかいミサイルを見たのは初めてだよ。その名もズバリ対魔界殲滅兵器アルマゲドン。ちょっと待ってください。あなたが何を言っているのか全く理解ができません。あれれ、誰もが認める天才クリストちゃんなら察してくれると思ったんだけどな。クリストちゃんの方が詳しいと思うけど、ほらボイドダークって今魔力を吸収しているらしいじゃん。それでこっちも戦々恐々なわけよ。で不安の種は取り除くべきだって満場一致のスタンディングオベーション。魔界もろともボイドダークを消しちゃおうって決まったわけよ。 Do you understand? ちょ、満場一致ってあなたも賛成したんですか。僕がここにいるのに。
方ないじゃん。長いものには巻かれないとね。それにクリストちゃんがそこにいるのは二人だけの秘密なんだし、変に僕だけが反対したらクリストちゃんみたくお前もボイドダークのスパイかなんて疑われちゃっても嫌だしね。そんな、ボイドダークは僕自身の手で始末しないと意味がない。嫌疑が晴れないっていうのに。だよね、クリストちゃんが殺してスパイじゃないって証明しないと意味ないよね。こうなったらパパッと超特急でやるしかないんじゃない。じゃ、グッドラックってことで。オーマイガよく来たな、クズども。おっと、小娘、お前もいたのか。わざわざぶっ飛ばされに来るとは、いい度胸してるじゃねえか、クソガキ。招かれざる客でも、もてなしてやるのが礼儀というものだ。父上、母上、マジョリタ、父上と母上を解放しろ。解放？もう一度殺せという意味か。ひどい娘もいたものだな。この落ち着け、ウサリア、挑発に乗るな。お前たちの目的は分かっている。モイドダーク様の大切な魔力の槍を破壊しようというのだ。だが残念だったな。この私がいる限りそんなことは不可能だ。マジョリタ、あなたに聞きたいことがあります。ボイドダークは魔力を集めて一体何をしようとしているのですか。すでにあれだけの力を持っているにもかかわらず、これ以上魔力を欲する理由は何ですか。悪魔が力を欲するのに、いちいちお上品な理由がいるというのか。それは魔界を統一して悪魔の理想郷を作るには、力はあればあるほどいいに決まっている。とても正気とは思えません。散々悪魔を殺しておいて悪魔の理想郷などと、よく言えたものですね。弱肉強食が魔界の、いや世の常じゃない。死ぬ奴が悪いんだよ。死にたくなければ強くなればいいのさ。死に物狂いで生きようとした者だけが悪魔の理想郷にたどり着ける。死んだ奴には理想郷に住む資格がなかった。それだけのことだ。そんなの間違っているぴょん。間違いかどうかは生き残った者が決める。この世界はそういうルールなんだ。私たちはそういう世界で生きているんだ。甘っちょろい両親のそばでぬくぬくと育ってきたお前に何がわかる。けっ、黙って聞いてりゃ辛いだの酸っぱいだのわけわかんねえごたくを並べやがって。そんなワードは1ミリたりとも出ていませんけど、ね、今日という今日はこの俺がどぎついお仕置きをくれてやるぜ。超絶覚悟しろ、マジョリタ。またお前か、筋肉ゴリラ。へえ、今さら褒めたって手加減はしねえぞ。いや、褒めてない褒めてない。お前にはどでかい借りがあるからな。ここで会ったら100年目、超絶特盛りで借りを返させてもらうぜ。そう焦るな、
まずは前座から行くとしよう。あれはトトマ界の国民たちです。この城をマジョリタから守ろうとしてくれた人たちです。我が魔王儀配信のマギア気に入ったか。ワンパターンな嫌がらせですこと。でも効果はてきめんですわね。ええ、無駄のない戦力の補充、相手の戦意を削ぐ効果、恐るべき魔王儀です。さあどうする。邪魔なら壊せばいい。どうせそいつらは死人だ。服従か、それとも死か。服従を選ぶなら、お前も死人たちの仲間に入れてやるぞ。飯を作ろう。チッ、マジョリタのやつめ、後味の悪い戦いをさせやがって。ウサリアを狙っているのか。まだ生きてやがったか。いや、死人だから死んでんのか。どっちにしてもしぶといやつだぜ。兄貴、ここはオイラに任せてくれ。密かに特訓してきた必殺のゼロッケンパンチで。待て、ゼロッケン。急に止めるなよ、兄貴。さま、これ
これは父上からの手紙？よかった。どうやら最後の力を振り絞ってその手紙を渡したかったようだな。死人が意志を持って行動するなんて、マジョリタの魔力が弱まったのかしら。手紙には何て書いてあるんだ？読んでみろよ、ウサコ。これはあの時のとっておきの特製甘口カレーのレシピですぴょ。私が父上と母上にまずいと言ってしまったあの時のカレーのレシピだけなのか？メッセージとかねえの？最後の手紙がレシピってところがどうにもやるせねえな。ウサリア、それを見せてくれるか？これは。あら、キリア様が驚きをあらわにするなんて珍しいこともありますわね。秘密の暗号でも発見されたのかしら？ああ、そうだな。暗号といえば暗号だ。スパイスの組み合わせで辛さを極限まで抑えつつ野菜の甘みを最大限まで引き立たせる絶妙な配合。このレシピはカレー嫌いな子供のためのカレー、その努力と英知の結晶だ。辛さを抑えつつもカレー本来の旨味を子供にも理解できるように繊細かつ大胆な工夫が多重に施されている。おそらく試行錯誤の連続だったのだろう。よほどの執念、いや愛情がなければここまでの高みは目指せまい。娘がウサリアさんが幸せに生きられるように最後まで苦心していたということですか？お前の両親は怒ってなんかいない。ましてや憎んでなど、お前のことを誰よりも愛していたんだ。無限の愛情がなければこのレシピは絶対に作れない。父上、母上、本当はあの時のカレーとってもとっても美味しかったですぴょん。あのカレーがあったからウサリアはカレーが食べられるようになったんです。ありがとう、本当にありがとう。よかったですわね、ウサリアさん。なんでせな、もらい泣きか？何のことかしら。あまりに退屈なお話だったのであくびを噛み殺しただけですわ。そういうあなたこそお目目がうるうるしていますわよ。うるせえ、こいつは心の汗ってやつだよ。にゃー、泣けるぜ、こっち来しょー。ウサリア、おいらにできることがあったら何でも遠慮なく言ってくれ。ありがとうですぴょん。悪魔の愛情ですって、いやありえない。どうしてこの人たちはこうも僕の感情を逆なでするのですか？騙されるな、騙されてはいけません。こんなのは悪魔じゃない。